2002年に、モハーベ空港で、飛行試験のために、GE のボーイング747の2番パイロンに、搭載された、CF34 ゼネラルエレクトリック TF34 は、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリックが開発した、軍用機向けのターボファンエンジンである、A。A-13 ダーボルト2や S-3、バイキングなどに搭載されている。 E-190 に装備された CF34 のエンジンノズル1960年代の後半に GE エアクラフトエンジン図によって開発されたオリジナルのエンジンは4段の低圧タービンによって駆動される1段のファンと2段の高圧タービンによって駆動される14段の高圧圧縮機による下級機で構成され円環状の燃焼室を装備していた TF34GE-400A は 41.26KN の静止水力と評価されている。民間機向けの派生機種 CF34 が、ボンバルディア CRJ シリーズ、エンブライルの E ジェット、及び中国の RG21 を含む多くのジェットエアライナーに搭載されている。当初は TF34 の設計を元にしていたが、 後の高水力版 CF-34 では、10段の高圧圧縮機を含む新しい技術が導入された。1996年から CF-34 の国際共同開発を実施し、GE が70%、日本航空機エンジン協会が30%のプログラムシェアとなっている。最新の派生機種の -10A と -10E は、 CFM56 エンジンシリーズに由来している。これらの完全に異なる高圧軸は1段のタービンと9段の圧縮機で構成される。低圧軸はファンの後方に3段のコアブースターを持っている。マイナス 10E の静止水力は 18,500LBF である。また、マイナス 10E では排気ノズルの円を波型にする。 ことで、外側のバイパス流と混合しやすくする、シェブロンノズルを採用、低層音化している。2007年1月25日、デンバー国際空港発フェニックススカイハーバー、国際空港業のアメリカウエストエクスプレス2985便が、飛行中、第1エンジンのファンディスクが損傷し、エンジンが破裂した。機体は、左エンジン、胴体、ビブニー、 大きな損傷を負った。パイロットは緊急事態を宣言し、17時30分に、デンバー国際空港へ緊急着陸した。S-3 に搭載された TF-34CRJ-200 に搭載された CF-34。ありがとうございます。